オニメナットは木材など材料の強度が弱く、ネジ穴加工が不可能な箇所に取り付け、ネジやボルトによる接合固定を可能にするナットです。オニメナットは内側がネジ構造になっている目ネジで、サイズに合うネジ、ボルトを使用することができます。オニメナットはネジによる木材同士の接合や、金物の固定箇所などに使用されます。オニメナットにはねじ込みタイプと打ち込みタイプがあります。ねじ込みタイプ、打ち込みタイプとも上部につばがついているものとないものがあります。ねじ込みタイプは外側の出っ張りが螺旋状になっており、材料に開けた下穴へねじ込んで固定します。打ち込みタイプは外側に返しが付属しており、下穴へ打ち込んでいくと、返しが材料に食い込んで抜けづらい構造になっています。つば付きナットは、つばがストッパーになり、それ以上ナットをねじ込んだり、打ち込んだりすることができないので、取り付け深さが均一になり、角の挿入を防ぐことが可能です。折り目ナットは、指定された下穴を開けて取り付けますが、下穴径の指定には幅があります。下穴径の幅の間でも、軟材に使用する場合は小さめ、堅木の場合は大きめの下穴を開けることにより、オニメナットの挿入がしやすく、しっかり固定することができます。穴開けには鉄工用の切りではなく、三角形状のセンター錐が付属している木工用の切りを使用するようにし、正確な位置に適切な深さで下穴を開けるようにします。下穴の深さはオニメナットの全長より多少深く切削します。ねじ込みタイプはナット上部内側が六角の形状をしており、六角棒レンチを使用してねじ込みます。ネジ込みタイプのつばなしナットは、下穴を深くすることで埋め込み深さを調整することができます。ねじ込みタイプ、つば付きナットはそのまま取り付けると、つばの厚み分、隙間が空き、接合部の密着が悪くなります。接合部の密着度を高めるには、つばの部分が収まる穴を先に切削してから、挿入用の下穴を開け、ナットを取り付けます。
ねじ込みタイプにはナット外側が内側へ傾斜しているテーパータイプとまっすぐなストレートタイプがあります。テーパータイプは挿入がしやすく、ストレートタイプは下穴との密着度が高く強度が増します。打ち込みタイプは指定の下穴を開け原能で打ち込んでいきますが、8割程度打ち込んだら原能の丸面を使って部材と面になるように打ち込むようにします。打ち込みタイプは木目と直行方向に打ち込む場合は引き抜き強度が強くなりますが、木目と平行方向に打ち込むと引き抜き強度が弱くなるので注意が必要です。打ち込みタイプ、つば付きナットは下穴を貫通させて取り付けると、つばをストッパーとした板材の連結に使用することができます。打ち込みタイプ、つば付きナットにはネジ穴が閉じたナットがあり、外観をすっきりと見せることができます。打ち込みタイプ、つば付きナットはつばが厚く平坂での機能を持ち合わせているため、比較的軽量の家具にネジ込みタイプのアジャスターやキャスターを取り付ける場合に用いることができます。高重量物へのアジャスター、キャスターの取り付けにはつばが大きくビスを併用し固定する打ち込みタイプの折り目ナットがあります。指定の下穴を開け折り目ナットを打ち込んだらビスで固定します。